消防艇とは、水上や沿岸において発生した火災の消火や災害への対応を行う船舶である。主に消防組織や沿岸警備隊が保有している。専用に設計された消防艇の多くは強力なポンプを備え、取り込んだ水を船の高い位置に取り付けられた放水銃から放水することで火災消火を行うが、その他にも救助専門艇や指揮専門艇、 これらの兼用艇がある。積載する化学消火剤を放水に混ぜることで、石油火災に対処するものもある。消火演技中の東京消防庁の消防艇、宮古鳥。消防艇は主に消防組織か沿岸警備隊に所属し、24時間体制で船舶や沿岸域での火災や水難救助などに出動する。日本の消防艇は地方自治体の消防組織に所属するものと、 海上保安庁に所属するものがほとんどである。消防組織に属する消防艇は2017年4月1日現在で62隻。海上保安庁に属する消防艇は15隻ある。ただし、海上保安庁の巡視船艇は警備救難に従事するものでもポンプと放水銃を備えたものが多く、火災の際には消防艇として活動できる。15隻というのは 特に消防機能を強化された船艇の数である。これらは、主として、船舶交通量の多い港湾や海峡近く、あるいは沿岸に、石油コンビナートを要する消防署書、海上保安部に配備されている。また、自衛防災組織も消防艇を保有している。これらに加え、海上自衛隊の支援船の一部、民間では、タグボートや警戒船業務を行う船舶の中にも、 消防設備を持ち、火災の際に消防艇として活動できるものがある。船舶の火災通報は、火災事故船自身や、周囲の船からの通報や各種救難信号によって、水上消防署へもたらされ、消防艇が出動する。日本の専用消防艇は、すべてが化学消火剤を混ぜて噴射する能力を備えている。タンカー事故などでは海上への油漏れを最小限にする。 オイルフェンスを展開することも行う。大部分の消防艇は、港湾内や河川、故障といった水域を担当範囲としているため、大型のものは少なく、全長は10から数十メートルのものが多い。艇の高さは、活動区域によって様々で、低い橋の下を航行できるように、高さを抑えたものもあれば、大型船の火災に対応できるように高い櫓を備えたものもある。 機動力を高めるため、サイドスラスターやシュナイダープロペラを装備するものもある。火災消火のため放水銃を装備しているものが、ほとんどで、放水銃は専用あるいは航行予見用のエンジンによって駆動されるポンプから消火用水の供給を受ける。消火用水は海水を組み上げて、これを利用するが、タンカー火災などの場合は海水に消火剤を混合して使用する。 この他艇により、陸上の消防車に消火用水を供給するための、送水口、火炎から自艇を守る自衛噴霧装置、小型救助艇を装備している。専用消防艇の多くが6500から1万リットル、噴程度の放水能力を持つ放水銃を4から6門、備え、大きな放水銃では1万5000リットル、噴の能力を持つものもある。消防艇の補助として、 小回りの利く水上オートバイを使用する組織もある。日本では東京消防庁の水難救助隊や市川市消防局、宮崎市消防局をはじめとした各地の消防本部に配備されている。事故にあった水上バイクライダーや出キ者の捜索、救出が主任務となり、船舶の初期消火も担当する。ABC 申請出版社編集部編。 船の仕組み申請出版社 SBN9 兆7844億510万6727派。 http://www.fdma.go.jp:/html:/a-k-us-a-h-o:/a-129:/a-129:/html:/2-1:/2-1.html 非理由は、マグモ型順指定、ヨド型順指定、ありがとうございます。